皆さんこんばんは、森本健太です。いや、夏本番ですね。僕は自転車が趣味なんですけども、本当に暑いので今ジムでペダルを漕いでいます。さて、今日のテーマは、それは大切ですね。南区のショッピングモールに子育て相談や子どもの一時預かりなどをしてくれるアイアイキッズという施設があるのは知っているかな。忙しいママやパパに好評だぞ。無料なんで、買い物がてらというか、子どものこととか、あと保育園のこととか、いろいろ相談したりとか、はい、毎日のようにで、保育士さんがそういう成長を知ってくれているので、とてもありがたく思ってます。アイアイキッズでは毎週火曜日、女性が就職するための相談もできるんだ。子供と遊んだ後、仕事についての情報を得ることができるというわけ。買い物のついでに行けるからいいですね。なぜそんなことを行うのか。それは今女性の活躍が求められているから。女性の就業率は出産などにより25歳から40歳ぐらいにかけて大きく落ち込んでいる。この M 字カーブを底上げすることが課題となっているんだ。そうなんや、仕事と家庭の両立難しいよね。そんな中、県では子育て世代の女性が働きやすい環境整備に努めている。経済の活性化や人材不足を解消するために、一旦仕事を離れた女性の活躍がとっても期待されているんだ。優秀な人材が眠ってますからね。そんな女性たちの味方が今年3月、中区館町にオープンした仕事プラザマザーズ広島。お仕事をしたいなと思われる方が、やはりどこから手をつけていいかとか、何をしていいのかわからないっていう方がいらっしゃいますので、そんな方々にですね、安心して就職活動できる情報提供をできればと思っております。フロア内にあるワークワークママサポートコーナーでは気軽に相談ができる。職場体験を受けたり、ライフスタイル、保育所情報などからキャリアプランを提案してくれるんだ。早めに働きたいなと思ってこちらの方に来て、保育園の情報とか聞けて、自分に子育てをしながら働けるっていうのがちょっと分かったので、すごく良かったです。職業紹介をしてくれるマザーズハローワークも一緒になっていて、授乳室やキッズルームがあるからとっても便利。これもぜひ皆さん頑張ってほしいな。健太君、今日はどんなことを感じたかな。働く雰囲気作りってことですかね。働きたい人が働ける世の中になるといいですね。だからそのためにもどんどん相談に行った方がいいと思います。なんせ無料ですよ。広島の魅力を伝えるキーワードは瀬戸内、広島、宝島です。健太君、はい、お互い県内いろいろ回って広島を元気にしていきましょうよ。今回僕取材行かないんですよ。取材行かないんですか。どうなってんの。